君子と人の関係です。これも検問編の言葉になります。死ののたまく、君子に不人なるものあらんか、いまだ精進にして人なるものあらざるない。君子であっても人者でない人もいるかもしれないね。でも精進なのに人者という人はいまだかつていない。こういう意味合いであります。つまり君子であることと人者であること、この違いを人という言葉で考えていたわけです。つまり人が出来上がっていなくても君子になる、これは絶対できないわけですね。君子になろうと思ったら絶対に人が必要だということです。逆にまたつまらない人間なんだけど、あの人は人のある人なんだね、こういうこともないということです。つまり本人の過大評価ということになります。なぜかと言いますと、人者であれば周りの人たちがですね、必ず引き上げてくれます、引き立ててくれます。人者としてですね、素晴らしい人だということで高く評価されていくはずです。その結果君子という立場になっていくわけであります。つまり君子というのは結果に過ぎないということです。人者であるということは徳を積んで社会的に影響力のある人物になるということではないでしょうか。つまり結果とプロセス、これを混同してはいけないということであります。これは別に人物評価以外のところでもありますよね。その人の業績評価であったり、あるいはスキルアップの場合でもそうなんですけども、結果とプロセス、これを混同してはいけないということです。つまり君子と精進、これは人であるかどうかというところを一つの試験紙として考えてみたときどうなのか、深く味わってみたい言葉ではないでしょうか。